はい、では、アンケートの結果、こちら、渡辺さん 40% でね、2位、3位の人に2倍ぐらい差をつけて渡辺さんになりました。はい、他の3人同じか、佐々木千里さん、鈴木大介さん、大谷さんは同じぐらい。はい、じゃあ渡辺さんやっていきますか。鈴木大介さんね、いつも見てたけどね。はい、たまには変わるんだね。はい、じゃあ行きましょう。まあ、渡辺さんなんで基本的に何もないので、はい。まあ、こんなもん全打牌同じだわ。あ、1打目がペイか初がちょっと変わりそうかな。はい。じゃあ行きましょうか。エラーでもした。よくわからん。なんだろうね。もう飽きてきたんじゃ、他の人が。チームアンツも。うん。ペイか初どっち切るんだろうね。はい。まあ、渡辺さんの場合は普通にペイ切ると思いますけど、うん。やっぱまあ、本当に多分同じなんだよな。普通に多分もう、いつも俺が言ってることがそのまま。これ、もうハイパーひためつだもんな。やっぱ初切るだろうな。うん。E ピン、Q ピンも切らんな。うん。あ、切るんだ。うんうん。まあ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 。うん。まあ、こんなもんや。うん。はい。じゃあまあ行きましょう。まあほぼ形切る。あ、早いレッジ入ったな。佐々木千里さんから3号来てる。自分の手は、ドラは使えそう。うん、まあ、後継リアンシャンテンと言っていいのか。はい、まあ、行きましょう。はい、初キル。うん、急走、ローソーは、急走キルね。はい、急走キル。うん、しゃあない。まあ、人によってはね、急走現物じゃないけど、老走現物って言うんだけど、やっぱりこの順目でこれだと、まあ急走切るわな、打つわ。うん。さすがに、いやいや、現物老走切れよ。ならんな。うん、しゃあないね。はい。でかいな。1万2000振っていく。はい、シャーチャドラパーピン。はい。これはチュンからなんかな、どっち、まあ、そんな変わらんけど。これ E ピンある、さすがに親相手にやりすぎ。E ピンって何？あー、E ピンね、3号の切り順なんで、めちゃくちゃ安全っすよね。うん。E ピンもほぼ現物みたいに通るんだけど、まずは急走からでいいと思う。やっぱりリアンメリアンメンシャンってんだもん。これがだから、愚形含みだったら、まあ、あるかもな。どっちか愚形だったら、E ピンから全然いいんじゃない？やっぱ3号で E ピンだったら、いや、マジで安全なんで、3号の切り順で E ピンは。まあ、マジで安全っていうか、まあ、普通安全なんで。今のなんで急走？いや、単用あるじゃん。メンタンドライチあるし。うん。うん。いや、だからね、これもね、だから、絶対急走の方がいいか分からんのよ。やっぱり事故ったら嫌だから、その、本当にだから AI とかが急走切るかって言ったら、かなり分かれるかもしれないんだけど、ただやっぱりこれは否定できないんだよな。やっぱこっちの2分の1の抽選は、一数万で2分の1の抽選クリアしちゃうと、やっぱり26だったものが5になるし、うん。E 馬埋まったら老僧切る未来ありま、あったか。E ピン押して。あ、それはあったね。うん。それはあるよ。はい。で、ちょっと、事故っていく。はい、次。ああ、これか、第1だか。E ピンかチューンだか、どっち切んだろうね。ね。チューン切るんじゃないかな。チューン。うん。そうな。はい。あ、やーさん、にゃんこさんいらっしゃい。E ピン切る。リアンソー切る。もう何もないもんな。無駄押し。いやだから、無駄押しっていうか、そもそも急走でも当たってるから、12000で。だそんな悪くないと思うけど。急走が安牌ならいいけど。うん。はい。もうスーピン切るだけの話。あー、チーマン2枚切るだから、こっちか。一応、一通ある。まあ、そうだな。確かにな。3ピン4ピンの方がいいか。
チーマン2枚しかない。その2、チーマン2枚はフォローせずに3ピン4ピンフォローするか。で、一応しごろ、しごろはないか。単品系か。しごろになったら しごろになったら単位を崩れちゃうから、2ピン7し、いやごめん。ちょっと常連だから無視する。もういいわ、別に。そんなこと。大した話じゃない。まあ。これはまあ別に数ピンでもいいですよね。一通があるからね。ちょっと数ピンでもいいけど、まあ。はい、数ピン切る。ああ、そうなんだ。まあ、これはまあ、俺は違うけどね。一通があるのがでかいよな。まあ。そんな別にこれは大したことじゃないんで。まあ、俺は管理あんまり位置になっている。スーピンの代わりにパーマ持ってるんかな、俺はな。今、これはスーピンしかない。ローマン。純粋にまっすぐ行くなら、イーマン。守備的ならローマン。ローマンね。いいと思う。はい。ローマン、ローマン、どっちでもいいな。どっちでもいいというか、まあ、ローマンの方がまあ、普通か。はい。そして、ここで、一通がなくなった。ピンズがなんか、チーピンについて、パーピンがドラか。で、チーピン先切りね。はい。まあ、そうっすね。12000宝珠からの、そうっすね。トイメンに対しても9万現物残す。リャンメン。ドラ受けパーピン。はい。まあ、これもな、きついな。まあ、打点が安いからいいけど、リャンピンの後にペイ出てきてるもんな。まあ、事故っていくな。まあ、安いけども。はい、シャーチャドラガーパッソ。まあ、ちょっと打点っていうか、点数ないんで、まあ、逆に見づらくなったか。逆に見づらくなったな。こうなると打牌変わってくるかもな。まっすぐじゃないから、まあ、逆におもろいか、配布検討としてはね。普通に点数がなんか原点付近だと、まあ、多分 ほとんど変わらないし、ローソギリはドラッパーピミキは痛い。痛いんだけど、そんなパーピンだけだよねって感じにも見えんだよね。それ言い出したら、そんなチーマンでダイレクトチーマンの方が痛いじゃんとかなっちゃうから、ああ、ごめん。ちょっと勘違いした。ローソーキル。渡辺さんの打牌はそっちか。逆か。それもあるか。確かに。パーピン引いた時の対応とかもあるから、確かに俺の方の打牌でもいいかもね。はい。はい。じゃあ行きます。そんな早く終わる？わかった。まあ、ただここら辺、やっぱ打点見るようになっちゃうと、まあ、その方が面白いかもしれんな。点数があんま、へこんでないと、まあ基本同じになっちゃうから、9ピンか。これも、やっぱパーソー切りたくないってなりそうやな。リャンソー数層とか落とすかもね。まあ一応3問い付けなんで、6球ピン切るとかもあるかもしんないけど、まあやっぱドラ使い切りのリャン数層なのかな。はい、何切るでしょうか。まあ選択肢としては6球ピンリャン層。3択、リャン層か。まあな。そうっすよね。まあ、点数ないからね、ちょっとドラ残しとかも、はい、数層切る。はい、いいシャンテになった。
まあ、俺は結構ね、こういう点数でもまあ割と普通に打つんだけど、まだ1万点あるからまあコツコツやってね、ザンク2回上がればまあ別に1万8000点ぐらいになるからって感じだけどね。はい、スーピン切ります。いっちゃいった。チュン切るかな。そうっすね。はい、チュン切る。ここで降りか。はい。まあ、完全ベタ降り、チーピンチーピン、なんなん切ってく。あ、なんなんから切るんだ。ああ、まあ、自分2枚持ちなんで、基本は大丈夫で。まあ、まだ回れる方か。イーソー、パーソー、どっちか切らなきゃいけないけど、まあ、基本的にはイーソー切ることになるけど。うん、まあ、そうだね。ちょっと、脇も、押してる感じじゃないんで。うん。なんで、なんなのかな。次、とにかくなんちゃドラが進そう。急走切る。4トイツか。どうしよう。まあ、これもやっぱわからんな。渡辺さんがどっち切るか見当つかないな、やっぱり俺。トンかチーソーどっち切るんだろうね。わからん。チーソーか。まあちょっと4トイツ系なんでね。まっすぐ、ロー層引きの両面も見てっていうのがちょっとボケるよな。両面できたか。とりあえず、数万かな、やっぱな、数万。4万。パーソー。これもトン切るか何切るか見当つかんな。なんならチーパーピンとか行く可能性もあるか。一番嬉しいウーソー引いた番瞬時。いや、ないか。チーパーピンさすがにないか。やっぱトンなんどっちかか。どっち切んだろうな。まあ、俺はやっぱトンで。いや、いや、わからん。トンなんどっちかで。あー、ローソーか。まあ、ここで完全決め打ちか。ミックさんトン。ね、トン、俺も一応トンって最初言ったけど、トン先切りたくもなってくるよな。厄介重なってポンするっていう感じの手じゃないから、厄介重なってもいいじゃんで、だからこその何でもいいんだけどな。重なったらトン切らずにいけるし。で、ちょっとトンなんもむずいけど、まあどっちか切りたかったけど、渡辺さん、ローソーだったね。まあそうだな。普通の瞬って、両方見ながらいけそうだしね、この形ね。ウッパーマン引きながらトンな。ただまあちょっと順目が深いっちゃ深いで、それこそまあ、遠い面もスーピン、でもこれが当てにならんしな、M リーグだしな。普通のまあ、フリーとかの麻雀だったらめちゃ嫌かもね。もうどっちかリーチ入りそうみたいな。でも M リーグだから無視で、もう、トンなん切って無視で。普通にまっすぐ打つ。だから、俺みたいな人が、トイメンとかカミちゃんにいたら、いや、なんかちょっと、もう追いつかないんじゃねってなるけど、M リーガーの麻雀だと追いつくか追いつかないかもわかんないんで、何しとんだな、そこまではならんかな。言うてもやっぱり、チートイは守備型に行けるから、ローソー切って、それこそチーピンパーピン切って、守備力めっちゃ高い。で、チートイドラドルもヤンシャンテンだから、こっから春季戦になっちゃうとトンナン切って、ってなると、やっぱね、ピン振り子もあるから、そうそう、ピン振り子もね、あるよね。ナンはナン、いや、ナンもいいと思う。やっぱ、親もこの皮なんでね、あんまダブドン切りたくない。ナンも全然あるな。ちょっとトンナンが、だから俺、決めきらなかったから、トンナンどっちか。ローソーでした。白。まあ、ここでもうチーパーピンで、チートイ決めるわ。渡辺さんも俺も。こうなったら。まあ、チーピンは安全度高いか。まあ、一応、トイメの無筋のパーピンからで。チーピンの方が安全だったから。まあ、一応、パーピンでも、ここで。
結局こうなっちゃうと、数層にね、ロウソウあるとまだ、ウーソウ引いたとき瞬つっていこうってなるんだけど、なんかロウソウ切った瞬間に、そんなに、瞬つてがもうない、ないようなもんだよな。瞬つてになるって言うと数層出てっちゃうから、ピンズの上の盾が良さそう。そんなは知らんけど、マジか。まあ、自敗切っていくとね、結構ポンもされそうな感じの川だし、まあ、一応俺パーピンで。やっぱり、下茶とかリーチ普通に来たら、崇拝切りたくないんで、やっぱ押し返すときに自敗だったら別に切っていけるんでね。チートイーシャンテンでね。チートイーシャンテンになってトンナン吐くって切ってイーシャンテン維持できるけど、自敗切っちゃってイーシャンテンだとね、下茶誰かリーチ来てチーピンパーピンって切れないんで、この辺は珍しく良くなかったと思う。ロウソウ切っちゃうとウーソウ引き、ミンツで生き抜く。まあ、だからロウソウ切った瞬間にもう俺は、こうなるともう、チーピンパーピン、パーピンチーピン、パーピンから切って、もう完全にチートイツ行くって感じかな。ほとんどでした。泣かれなくてよかった。キューピン。いや、キューピン引いてどうするのこれ。とりあえず、トン切った人は吐く切るの？ここでピンズ切るとな。いや、それこそなんでトン切ったのって俺は思っちゃうけどね。どうすんだ？ハークなんだ。なんか、ローソーはまあまあまあ置いときたくなかったのかな、ローソー。なんで？チーピン、パーピンは、あ、違う違う、パーピン、キューピンは、パーピンで。いや、わからんな、これ。嘘いくかもな。これ全く見当つかん。嘘かパーピンで。嘘いく可能性高いな。多分、渡辺さんの打牌予測しろって言うなら、嘘を切ると思う、俺。そうだな。まあ、チートイドラドラあるからいいと思う。嘘？いや、てかな、これ。いや、違うわ。俺も嘘切るわ。俺も嘘切る、これ。嘘で。やっぱチートイドラドラは一応、あるんで、嘘だな。嘘で。ああ、違うんだ。ああ、マジか。やっぱこうなるとね、チートイシャンテンになるとね、やっぱイーシャンテンとしての強さで、やっぱり嘘切るんだな、これな。やっぱもうチートイドラドラあるから、あとやっぱりこれもだからもう後から嘘を切りたくないし、やっぱパーピンキューピン、やっぱここになるとこれになるんだよな。このピンズ上良さそうの感覚になってくるんだよな。シャンテンになった瞬間に。で、ここの感覚やっぱ、ちょっとリスナーさんとも違ったかな。リャンシャンテンの段階でどこが良さそうだなとかあんまないんだけど、イーシャンテンになった瞬間やっぱもうチートイ完全に見ていくっていう感じで、一応嘘。これに関しては、やっぱ、ウーソーとパーピンキュービン。いやー、むずいけど、やっぱ、ウーソーよりはパーピンキュービンがいい。ただね、点数が凹みすぎてるんで、じゃあ、ウーソー恨めったらどうするんだってなって、なるんだけど、ただ結局、数層短期で積もれば跳ね間になる。まあ、ウーソー重なると出上がりでも跳ね間になるけど、そもそも数層出るのかって話だし、まあ、一応やっぱウーソーで、これは、本人も今日は明確なエラーや見落としがあったんだ。わかりました。今日、そうしたら忙しくて、一試合目控え室で寝てた。いや、それ言われると俺もイライラするけど、そんな片手間でやってるやつ出してんじゃないよ、本当に。いや、別に太さん上手いからいいんだけど、それで下手だったら普通に何やこっちって思うよ。それもな、プロに対する侮辱だろ、本当に。普通の人はさ、いや、普通の麻雀プロも頑張ってないけど、いや、頑張ってる人もいるけど、そんな24時間麻雀のこと考えてる人っているのに、そんな他の仕事しながら疲れたってさ、やめろよじゃん。いやいや、これが本当かわかんないけどね。コメント信用するってのもおかしいけど、これ言ってんのが本当だとしたら、そんな M リーグある日も、本業の仕事して M リーグ来てるって舐めてんだか、本当に。自分からやめろよじゃん。
あとそんな寝てる姿見せんのよ、本当に。寝て、見せるというか、誰かが言ったなら、その人にもう寝てるとか、他に、公開させるなよ。うん。普通に俺みたいにイライラする人いるだろ。麻雀プロからしたら。うん。そんなんでエラーあったってさ、知らねえよ、本当に。うん。完全に自分のせいじゃん。うん。って言うんだけど、渡辺さんは基本的にうまいので。まあ、そんなん言ったら、じゃあ、渡辺さん辞めさせんだったら、じゃあ他の人はってなっちゃうから、うん、ちょっと微妙なんだけど、うん。福留めとか、うん。はい、ひとちさん、202の話やらして。疲れてても2時間寝たら結構スッキリする。いや、そういう話じゃねえんだよ、今。かやもりさんだってクレープ屋で疲れている。かやもりさんクレープ作ってんの？いや、かやもりさんが経営してるってだけで、実際店で作ってるわけじゃないやろ。いや、知らないけど、それは。とりあえずガチの体調不良安静にお願いします。うん、そうだね。はい、まあ、行きましょう。でも自分が一緒だったら麻雀プレイやめない。いや、それはまあ、渡辺さんにとっての麻雀がどうかわかんないけど、自分だったらそうかもしれんけどな。画家？画家はいいわ。好きな時描けるし。うん。画家の人は別に M リーグ二足のわらじでもいい。二足のわらじ増えたら。うん。フランチャイズのだってだけで、そうだよね。かやもりさんが作ってるわけじゃないやろ。うん。かやもりさんがクレープ屋に普通に顔出してて、やばい、M リーグの時間だってね、チャリで言ってるわけじゃないでしょ？会場まで。うん。それだったら、それはなんか応援したくなるな。医者の方はちょっと、勝手にしろって感じだけど、クレープ屋からチャリで急いで M リーグ会場来てたらな、それは頑張れていたよな。うん。あ、結局職業の話か。結局職業の問題で金持ちだから悲願でるだけか、俺。って、おい。はい、次行きます。はい、リーチ入った。ああ、ウーソー現物の人でよかった。チャリ前提。チャリ前提。んー、ごめん、俺がいつもチャリだから。勝手にチャリって意味じゃった。そうだな。うん、ベンツかもしれんな。はい、嘘です。おい。タイニャに、数層の置き忘れやめて。うん。まあ、人間の体内はね、ハサミとか置き忘れても、包み込んでなんか、なるようになってんだけど、で、そういう話はいいんだよ。はい。缶も食べに行って店内にサイン書くしかない。うん。うん。生クリーム好き。いいね。エンタメならやってくれよ。かやもりさんなぜかさ、打ちながらさ、あれって思って。あれなんか、鼻の下にクレープついてるやん、みたいな。うん。ねえ。多分急ぎ、チャリ漕ぎながらクレープ食ったんちゃう？鼻の下にクリームついてるってことは。段差でさ、揺れた時につけちゃって。ちょっとでも栄養取らなきゃ。で、なるべくね、将棋のプロとかも甘いもん食べるけど、そういう感じで、かやもりさんも甘いもん食べようって。ね、クレープがあるから。で、クレープ食べながらチャリで会場まで行って。あ、すいませんって。あ、もうかやもりさん出番だよって。走ってさ、タクついたら、鼻の下にクリームつけて。うん。うん。でもさすがに対局始まったら気づいてね。うん。なぜか4巡目には ついてたクリームが5巡目でなくなってんのね。うん、舐めたんかなって。うん。拭いたんかな。はい、渡辺さん6600点。きついね。じゃあ行きます。でもダメだもん。M リーグの話以外禁止も。とりあえずトンバ終わるまでは禁止。はい、ペイキル。これはまっすぐ行くだけだな。うん。Q1 しかない。下茶2フロー。これもな、めちゃくちゃ勝負手なのにな。下茶に流されそう。あ、いいとこ行った。はい、ローマンしかない。あ、こっちなんだ。うん。まあ、俺、ローマしか来たことないですね。まあ、一応、ケアで、下茶。まあ、全部使い切って、宣言牌で地層ぶつけるみたいな。うん。まあ、一応、俺はそんなイメージで。あとは、まあ、そうな、急走2枚切れ、そんなに影響しないかな。まあまあまあ、これはいいや。はい、別に、個人差でもいいかな。まあ、ただ、ピンズがめっちゃいいんで、まあ、基本的にはどっちも切るで、うん、まあね。まあ、まあ、M リーグだと、まあ、
そんな線点まっすぐもない。かな。わからんけど。うん。まあ、めちゃくちゃ速い手で普通に地層で地位点取られて上がられちゃうことあるんで。まあ、一応俺ローマンから切ります。子供、ポンマルさん、子供も乗せないといけないので、電動付きは OK にしてください。電動機、あ、電動機ぐらいはいいわ。うん。それぐらい許す。どうでもいいけど、昔の女が前髪に生ハムつけたまま待ち合わせしたの思い出したら、それ滑らない話や。うん。はい。クリームをハイに塗って白に変えるイカ様。面白いこと言うな。確かに。うん。いや、面白いね。あ、クリームついてるんだと思って。3巡目から4巡目に。あれ ?3 巡目でクリームついたのに4巡目でクリームないなと。あ、舐めたんかな。いや、拭いたんかなと思ったら、チュンが白になってんね。うん。チュンの割れ目に、割れ目っていうか、溝にクリーム、詰め込んで。うっすらね、チュンって文字あるんだけど、よく見たら。うん。だいいっつうの。でも、M リーグの話以外禁止って言ってるよ。はい、次。はい、で、チーソー切った。うん。ローマン切る。うん。まあまあ、ウーソー切る。あ、下茶がな。これありがたいな。本一言ってくれた?ありがたいな。リャンピン強いな。引かないね。引かないよ。ピンズ何も引かないよ。リャンピンしか。いやー。まあ、無理だな。こんな。ああ、引いたか。な、これ。ローピンパーマンは、パーマン2枚切れ。はぁー。あー、これ。パーマンでいいかな?パーマンで。うん。他がやっぱ、ひねり出せないものはちょっとな、候補がな。パーマンで、大輔さんの鎌かわし、もう蚊は基本的にそんなちょっとあんま当てにしてないんで見てないけど、トーナスペーチャードラガーペ、はい、これも普通に行くだけの話。E1 切る。Q1 切る。急速切る。白切る。うん、数眼切る。3層2枚受けより、ピン、マンズで単野を伸ばす。なぁ?数万しかわからん。うん。数万しかない、こんなもん。ウーマン引いてもテンパっちゃうし。まあ、ウーマン引いてもテンパ外すってことか。5100点しかないから。で、トン4な、いや、まあでもまあやっぱ、3層引いて面ピンドライチあるからな。まあ、リーチドライチとか、リーノミとかしかなかったらまあ、無理くり、プラス違反つけたいけど、まあ、数ワンで。ああ、まあ、こうなったらもう何なんしかない。あと3周で3位まで。ね、そうだね。俺もそっちだね。そんな焦らなくてももう、やっぱ素点もあるから。うん。え?何?イーシャンテン戻したのこれ。何したのこれ。ウーアン2枚切れか。ああ、ウーアン2枚切れ好き。数ピンの、いや、数ピンで3ピンないし。うん。これも数ピンしかねえやろ、これ。なんかおかしいな。数ピン横伸びちょっと弱いぞ。ウーアン泣かない。ウーアンチーできたのか。2000点。供託1600点か。上がるだけで3600点か。いや、ま、それありだけど、
まあ、いいんちゃう、それは。ラスカイヒマージャンでネットマージャンだったらウーマンチーするか。あるな、全然あるね。はい。ここでちゃんと、まあ、この系はもちろん、フォローできてるけど、数ピン切ったって同じ形になる。パーピン切る。積もられる。親が連チャン、大谷さん連チャンで、4トイツ。まあもう、トイトイかチートイって感じだな。ロビ、ちょっとおもろいな。スワンコーまで見たい。どうしようかな。まあ、G1 かパーピンで。まあ、普通にパーピン切るか。スワンギリーチした。また間違ってた、配布。配布間違ってん、今日の担当者ダメか。ああ、いいね。いつもした。スワンコーもリアンシャンテン。はい、チーマンしかない。3ピン。まあ、リャンソーで。馬ぶりリャンマンとか、なくはないけど。まあ、普通にリャンソーで。無理だな。そんな早い位置は。まあ、しゃあないな。初切ってベタ売りしていく。死にそうな気は焦りすぎ。初ベタ売り。まあ、もういいかな、ベタ売りで。死にそう。ありがとうね、言ってくれて。シーソーポン。そうだね。これこそやっぱりめちゃくちゃ早いし、この順目スワンコリアンシャンテンで、そもそもチートイーシャンテンだからやっぱ泣かないかな。あ？てか、あれ？あ、そうか、そもそもこの初スルーしてたんだ。あ、そうなの？ポンって、ポンするね。ポンします。初トイトイあるんで。これでね、何も見てなかった。初ポンで。トイトイ決めやつは。チートイもね、やっぱね、4トイズなんでリアンシャンテンだからね。チートイズがイーシャンテンになっちゃったらいいんだけど、初ポンして初トイトイ行くな。面前で進めてもやっぱきついね。やっぱトイツももう一つなんか重なった瞬間トイトイ行けるし。初ポン。で、あとはベタ折り。チーソーポーンもね、そうか。初が1枚切れになってるならありか。スワンコーとしては初とチーソー1枚ずつ切れてるのは痛い。まあでもこれはチートイーシャンテンだからいいんだな、これはな。チートイーシャンテンだからいいんだ。やっぱりこれはいいわ。M なら4トイツ泣かない人が多そうですね。多いんだけど、これも守備とか関係ないから、もうこのハイパイの段階ではもう、スワンコーまでもちょっと遠いので、普通に良くてチートイーのみだから、まあ、チートイドラドラとかあるけど、もう初の泣いて、完全に、トイトイだけ決め打つみたいな。もうそれこそ自敗引いたら、ターツ落としてもいいし。もう白とか引いたら、もうチーマン、ポンしてチーマン切る、白引く、リアンソー切るとか、もう自敗残しても全部、イーマン、リアンマン、リアンソー、チーマン全部落としちゃっていいから。完全にトイトイ決め打ちしたいかな。リスクでベタ折りしていっただけだね。何入は終わったか。じゃあ、トンバ終わりましたんで、動画の方は一旦止めます。むしろ5トイツの方がトイトイに行かない感じ。ああ、そうっすね。いいこと言うね。そうそう。チートイシャンテンになった瞬間にトイトイ無理くり行かないけど、そうそう。4トイツ。そうだね。いいこと言うね。その通りだね。そうそうそう。4トイツはトイトイ行く。そう、素晴らしいな。そう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 。じゃあそんな感じでした。動画の人お疲れ様でした。本日もね。